はい、どうも、こんにちは。また、あったのが、三浦春馬くんのアミューズ用語記事に一部ファン、激怒、納得いかない真相っていうのがありましたね。これは、まあ、要するに一部のファンから、憶測がね、もう結構行き過ぎてると。他殺説まで出ている。で、フライデーが報じたですって。で、確かにね、すごいですもんね。他殺説とか陰謀説とかね、すごい状況になってますけど、それで、まあ、署名活動までやったんですね。もう一回捜査してくれ。警察の捜査は確かなもの。で、現時点で警察が新たな事実を公表することもなければ、再捜査に動くこともないだろうということなんですよね。で、自主という特殊な性質上、芸能マスコミは積極的にアナウンスはせず、それが事務所の自己保身隠蔽に見えてしまうなどっていう見解が、フライデーであったと。で、大多数のファンは、三浦春馬君の死を他殺とは思わず、警察が事実をねじ曲げたり隠したことなどありえないということは理解してるはず。まあ僕もね、そういうありえないでしょっていう動画はね、まあ普通に出しますけどね。ただやっぱり一部のファンは納得できないと。今回の事件も海外では問題視されている過労死問題などには言及しないのか、明らかに痩せていたのに周囲の人は気づかなかったのか、事務所の体制が問題、明らかに矛盾している話が多いなど反論が多くある。まあ、要するに、他殺説、陰謀説っていうのは、まあ一部の人が煽ってるんでしょうけど、多くのファンが言ってるのは、アミューズの対応が納得いかないってことだってことなんですね。そのフライデーがアミューズに肩入れしたようなことをすると、ファンは何を書いてんだって納得いかないっていう状況だと。で、一方のアミューズなんですけど、またあれなんですよね。インターネット上における誹謗中傷、デマ情報に対する注意勧告というのを掲載したと。所属アーティストやその関係者に対する誹謗中傷、デマ情報の拡散、過度な憶測の記事掲載アーティストなどになりすます行為がインターネットで多く存在していることを報告と。こうした情報に対して事実無根のデマのルフは当社またアーティストへの信用毀損もしくは名誉毀損に該当しますと指摘した上で、内容によっては信用毀損等の犯罪に該当する可能性があるとして警察に通告したと。で、情報を流した側にはデマ情報のルフ、誹謗中傷など該当する記事、投稿、動画を掲載した方はマスコミ関係者に置かれ、また、まあ、素人じゃなくてマスコミ関係者でもね、置かれました適切な対応させるようにお願いいたします。今回特異なの根拠のないデマ情報を発信しているとして一部ウェブサイトなどを指名して列挙している点、それらは同事務所の所属タレントだった人物の死に陰謀説を唱えるもの、おそらく真相はこうだろうと曖昧な情報で真実であるように取られ、それを海外に発信しているサイトなどが挙げられます。まあこれは YouTube とかね、 Twitter とかそういったやつを挙げてましたけど、どうなんですか。まあそういう面でもちょっと僕がそう思うのは、その陰謀説とかね、死亡説、他殺説っていうのは、まず僕は悪質だと思うんですよ。そんなことはありえないので、それを流す人は良くないって思います。何のね、根拠もない、根も葉もない。もしかしたらなんか、そのね、広告費稼ぎでそういうふうにやってる方が強いだと思うんですよ。だから僕、アミューズはもう、訴えればいいと思ってるんですよね。なんか、訴えますよ、訴えますよっていうようなことを言うよりは、有無を言わせず訴えていいと思うんですけどね。訴えたところでみんな辞めないと思いますけどね。ただ、ね。こういうふうに注意喚起したところで辞めないと思いますよ。まあ理由としては、それは納得できてないからなんですよ。それはアミューズがね、それを何か言える立場かどうかっていうのは僕は抜きとして、みんな、多くの、まあファンが一番多いんだと思う。ファンが一番納得しないから、そういう話になってるんだと思うので、何かしらファンが納得できることを、対策をアミューズが考えるべきだと思うんですよね。それが説明なのかどうなのかはちょっとわかんないですけど、ここまで透明化して出してますよっていう誠意を見せるとか、なんかファンが納得することさえ出せば、こういう騒ぎは終わると思うんですよ。訴えますよ、訴えますよって言って、まあ訴えりゃいい話なんだろうけど、訴えたところで終わんないし、もうそういう、なんか、注意喚起ってするよりは、ね、結局ね、その、もう言わせてもらえば、アミューズのね、あなたのところのファンの人たちなんだからって話ですよ。ファンっていうのは株主とも同じだと思いますよ。ファンでも、
ね、アミューズの株買ってる人っているのかもしれないし、そういう人を納得させるのが株主としてのそれは使命だと思うわけですよ。だからその納得する方法を何かしら考えなきゃいけないですよね。注意喚起したところで納得はしないですよね。どっちかと切り捨ててるだけなので、まあね、あまり騒ぎ立ててる人は僕は全然肯定しませんよ。あまり騒ぎ立ててるのはもう大人になるよと思いますけど、言えないことだってあるんだよって気持ちはもう全然あるし、しかも関係ない佐藤健くんとかまで巻き込むなよって気持ちはものすごいあるんだけど、ただ納得させれてないアミューズも悪いと思いますね。問題だと思います。何かしら手は打った方がいいと思いますよね。じゃないとまだまだ僕は続くと思いますよ。まあそんな感じでした。ではでは。